新しい体験型ドライブガズー村。ガズー村とはガズー .com が提案する新しい体験型ドライブ。大自然に囲まれた農山漁村に暮らす村の人々との交流を通じて、都会の日常生活では体験できない出会いと発見、そして癒し、感動体験をプロデュースしています。ガズー村九州ブロック、ハサミ。さあ、体験型ドライブの始まりです。長崎県のほぼ中央、東園木郡の北部に位置し、400年の伝統を持つ全国屈指の陶磁器の町として栄えているハサミ。焼き物の町として有名なハサミでは、世界の代表的な窯12基が再現された世界の窯広場が観光スポットとして人気を博している。日本棚田百選にも選ばれた鬼木棚田、緩やかな山の斜面に整備された棚田の見事さは訪れた人の目を奪う。陶磁器の町ハサミの中で多くの窯元が残る中尾山、煙突のある町並みはどこか懐かしさを与えてくれる。歴史を感じたり、お気に入りの器を見つけたり、散策を楽しむ。透き通るような白磁の輝きに絵付けを行う体験。先生に指導を受けながら好みの絵付けを行い、オリジナルのハサミ焼きを作る。焼き物窯を手作りで改造したピザ窯、仲間同士でピザ焼き体験に挑戦する。豊かな自然に囲まれて行うものづくり体験、ハサミはグリーンクラフトツーリズムを体現する村である。ガズー村はただいま全国に拡大中。皆さんもガズー村へ体験ドライブしませんか？全国の村が皆さんのお越しをお待ちしております。